回は名古屋市交通局の資料センターに行ってきました。GP ウォッター、秋田神宮天満町から久屋大通りまで行きます。まあこうしている間に15分ぐらい経過したんですよ。さあ早くドア開けや。はい、見ての通り久屋大通り。地上出ました。お外はいい天気ですね。このまま暑さでアイスのように体が溶けてしまう。ここで主、重大なことに気づく。わり結構こう言ってた。戻るのめんどくせえ。とか言ってるうちに着きました。ちなみに本日資料センターには撮影許可をもらってます。ありがとうございます。いざ入館。ポチポチ押して運転士気分をちょっぴり味わいました。お次はジオラマ運転台です。こちらは実際に使われていた運転台で模型を走らせることができます。走らせてみましょう。車両は桜通り線で使われている6線型ですね。ブレーキハンドルは力が弱ても操作できますが。立行ハンドルは結構力が必要みたいです。模型が動きましたね。駅に近づいてきましたね。ブレーキかけます。模型コーナーは以上です。お次は資料館の目玉とも言える3050型の運転台です。運転してみましょう。なんか中途半端な駅に止まってるけど、まあいいでしょう。運転手は交代してください。言わんとっちゃない。誰もいなかったのでもう一回。運転手は交代。楽しかったです。この先ずっと運転してるだけの動画なので締めます。ご視聴ありがとうございました。